日は航空自衛隊中部航空音楽隊演奏会 in ラボルテ5000にようこそお越しくださいました。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。演奏は静岡県浜松市から参りました航空自衛隊中部航空音楽隊。演奏は中部航空音楽隊隊長五味淵敦史三等空佐です。私は本日コンサートのご案内役を務めさせていただきます。クラリネット担当渋谷ゆり三等空奏です。どうぞよろしくお願いいたします。オープニングに演奏いたしましたのは斉藤孝信作曲のブルーインパルスでした。皆さんはブルーインパルスをご存知ですか？航空自衛隊が誇るアクロバット飛行チームの名前で、その演技を一度見たら虜になってしまうかっこよさです。機会があればぜひ一度ご覧になってください。続いて演奏いたしますのはエドワード・エルガー作曲の行進曲威風堂々第1番です。中間部の旋律が特に有名なこの作品、エルガーの出身国であるイギリスでは歌詞をつけたものを第二の国歌として愛称されています。それではお聴きください。行進曲威風堂々第1番です。
行進曲威風堂々第1番をお聴きいただきました。次に演奏いたしますのはサミュエル・ヘイゾ作曲の日本の唱歌による幻想曲です。あるアメリカ人と恋に落ちた日本人の少女、生まれ故郷に残るかアメリカへ渡るか葛藤の末下した決断は結婚してアメリカへ渡るというものでした。日本を去った彼女が故郷を懐かしんで聴くのは幼い頃に両親からもらったオルゴール。そこから流れてくるのは新潟県が舞台の童謡砂山。この曲はそんな物語をテーマに書かれました。望郷の念に駆られながら聴いたであろう切ないメロディー、日本の唱歌による幻想曲、どうぞお聴きください。
日本の唱歌による幻想曲をお聴きいただきました。前半最後に演奏いたしますのは、あの日聴いた歌です。誰もが聞きなじみのある愛唱歌をメドレーにしたこの作品、日本の原風景を思い浮かばせるふるさとや赤とんぼなどの曲が登場しますが、皆さんの思う懐かしい景色とはどんなものですか？もし辛いことがあったときは、ふるさとのことを思い出しながら前を向くのもいいのではないでしょうか。それでは、あの日聴いた歌、どうぞお聴きください。